おはようございます。いただきます。僕夏11日目、頑張っていきましょう。今日はトーストだな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さて、そんな11日目なんやけど、今日からちょっとね、本格的にあれやりたいなと思ってて、虫バトルをなんとか勝っていこうかなの回やっていきたいなと思います。まあ、このアカアシクワガタも成長させていってあげたんやけど、なんとか今回金鬼クワガタを、まあ、成長させていこうかなと思っておりまして、この子さ、いや確かにこれ交換で手に入れたんよね。まあ、交換に出されるってことは、まあ、それなりに弱いってことなんやけど、弱くてもさ、勝たせてあげたいんよ。今日はこの金鬼クワガタ勝つまでやっていきたらなと思っておりまする。やっていきましょう。そしてですね、今日食べるアイスはこちら、チョコミント。なんかコラボしとるわ。何のやつかわからんけど、とりあえずこれ食って、やる気上げていきましょう。いただきます。チョコミントなんて食うの本当久しぶりよの。これです。いただきます。おお、チョコミントってチョコミントのね、ファンの方がいるから、あれですよ、チョコミントのファンの人に歯磨き粉と一緒って絶対言っちゃダメですからね。ブチギレられますからね。絶対言わないようにしてください。おいしい。おっしゃ、ごちそうさまでした。じゃあ間髪入れずに虫相撲やっていこうぜ。負けたらちょっとリセットしてもいい？いや、負けを考えるな。本当はね、陽兄ちゃんの家に行って、あといろいろやること自体はあるんやけど、いやもう陽兄ちゃんの家はもう後でええよな。もう先にさ、俺虫バトルがしたくてしたくて仕方ないんやけど。よし、戦おうやないか。金鬼は最強と言われるゆえん、俺に教えてくれ。まだ一回も勝ってね、一回も戦わずに出してみようぜ。いや、こいつこそが最強な気がすんねんけどな。ジャックからまず成長させていこう。ノコギリクワガタ、オッケー、行こう。よし、行け。1勝5敗にはさすがに勝てるやろ。頑張れ。よし、あともう一回。技レベルをなんとかしてアップさせてあげたんやけどな。ノコギリクワガタ相手にはさすがに勝てるか。あー、負けちゃったよ。いやでもね、やりたいのは僕の番か。スタミナ勝ちやないよね。わあ、負けちゃうってば。強くなりたいよ。確かに強いのは強いけど、次は俺の番ね。爆発的な強さやないよな。コクワガタ、コクワガタにはさすがに勝たれへんのかな。どうなんやろ、一回やってみるか。よし、行け。あ、強いけどコクワガタ相手に頑張れ。技レベルさえアップさせてしまえば強いんかな。おお、強い。押し出し、これ押さん方がいいかもしれへんな。もう押し出してさ、そのまま勝たせてあげんのが一番強ない。ほら、このまま。いやー、救い投げか。ほんならまあ出しましょうか。黒稲妻19勝8敗、何も押さずに行こう。なんか技打たれたらさすがにこいつも勝たれへん気がすんねんな、黒稲妻。わあ、負けちゃうってば。よし。ああ、負けちゃったよ。ああ、強くなりたいよ。ああ、悔しい。ああ、ちょっと見せたって、一発お前の実力ってやつ。あれ、いや強いか。なんか相手にいたら強いな。31ミリでこの強さ。ちょいさ、このコクワガタと赤足クワガタ交換してさ、一旦このコクワガタ成長させてみる。さあ、いけるかも。自分ボンバザー、強い。強くなりたいよ。待った、コクワガタ成長させてもいいかもしれへんな。あー、負けちゃったよ。わー、負けちゃうってば。なんかコクワガタだけでいい気がするよね。青空の稲妻。じゃ、俺稲妻好きやな。あー、負けちゃったよ。あー、悔しい。こいつで十分だ。次、僕の番か。
ネブトクワガタ、え、新しい虫来た。頑張れ。え、強い、もしかして。え、なんかどんどん新しい虫出てくるな。不安になってくる、こんなんやられたら。え、なに今の。わあ、負けちゃうってば。お願い、押し出して。うわ、強っ。あれ、勝っちゃった。引き落とし。新しい虫出てきたな。ちょい、こいつそのうち倒す。強いし。まあでもだいぶ成長してきたから。じゃあ俺たちも元のところへ帰るぜ。あいよ、ボク君、またね。今日はまだなしではない結果やね。どうする、今後の予定としては。いや俺的にはさ、なんとかこの子を育てたいなって思っててんか。この子、金曜にクワガタ、ただなんか最強の虫を見つけてしまったかない。13勝3敗てこいつだけでええんちゃうかな。まあまあまあ頑張っていきましょうか。さて、そんな今日の虫バトルも終わったところで、ヨーディーちゃんの家、夕方の診療所で、昼の診療所、昼間の海岸に向かって行くねんけど、いやーちょっと虫バトル頑張りたいよね、あそこまでやったんやったら。まあでも新しいさ、エリアに行けるようになってクヌギの木が出てきたからさ、そのクヌギの木で新しい虫を捕まえてもええかもしれへんな。よお兄ちゃん、そうや、昨日さ新しいこんにちはロケットのパーツ手に入れたんじゃなかったっけ。お兄ちゃん泳がないの。うん、僕にはどうやら運動神経がないんだ。体育の授業だっていつもヘトヘトだよ。まあ多分賢いもんな、よお兄ちゃん。ねえお兄ちゃん、僕こんなものを見つけたんだけど。え、これで完成かな。 A と B は揃ったけど。これホジロケットのバルブじゃないか。 A を渡した、 B は昨日渡したから、これで次の打ち上げではちょっとだけお金が節約できるよ。それは何よりだ。おい、それだけか。 C ワンチャンある可能性出てきた。これもしかして、え、まさかここに住んでて泳げないの。急にそんな煽ったんだよ。僕にそのことだけは聞いちゃダメだよ。ごめんな。あ、そういえばさ、今日あれやってないわ。何やったっけ、あれあれあれ、朝顔に水やっとらへん。あぶねー、朝顔に水やらなあかんわ。でプラスクヌギの木見に行こっか。強い虫木に入ったらええんやけど。まあでも今のさ、この青空の稲妻ですらもはや最強クラスまであるよね。どうしよう、これで物語中盤になってってさ、キング倒せんくなったら、その時はもう一回やろうか。ういー、だいぶ成長してきたで。これ買ったらなんかあんのかな。見て、やった、朝顔が咲いてるよ。朝顔ついに咲いたけど、やから何みたいなところあるよな。あの二人だってもう興味ないもんね。よお兄ちゃんの家行った。あとはもう昼間の診療所やねんけど、昼間の診療所はもう、あとでやんな。一応、出してる。もしかしたら出てくるんちゃうかなって思って、強い虫が。待った。佐藤道さんとのとこな。よし。夜やないともしかしたら、強い虫出てこうへん可能性もあんねんけど、まあそれもそれで今後の楽しみの一つよね。上に上がっていこう。猫ちゃん今起きてる時間なんや。こっからショートカットできんのでかいな。でね、このまま迎えるんすよ、クヌギの木。あれってクヌギの木やったっけ。多分そうやんな。ここにロケットのバルブが落ちててんな。で、最強の虫がどうやらここに吸い取るらしいっちゃらしいんやけどな。どう、なんかいる。砂糖水塗って、ちょ、蹴りまくろうぜ一旦。ちょ、蹴りまくろう。来た、なにこいつ。オニクワガタか。来た、新しい虫。何、
ヒラタクワガタか。いや今日はさすがにもう出てこうへんか。勝ちてえなあの新しい兜に。よし、まあ虫バトルもそのうち勝てるようになるでしょう。今日あとやらなあかんことが昼間の海岸と昼の診療所、この2つに行かなあかんねんな。まず一旦昼の海岸からやな。そういえばスイカ割りってここんとこずっとやってないな。僕なんかスイカ割りは一度もやったことないんだよね。俺もやったことない。じゃあスイカを食べるときどうやって小さくしてるの？それはお母さんがやってくれるか最初から切れてるかのどっちかよね。ねえ、今日はどこへ行けば面白いか。その会話は？その会話はなくなったん？じゃあ今日は6ね。はい。1、2、3、4、5、6。6まで来た。1位、丸がついてる。これでも夕方の診療所やんな。だよね。あの物語めちゃくちゃ気になるわ。8、昼間の海岸。これはここやんな。プラス4番は、ヨーニーちゃんちも行った。最後5番が多分昼の診療所やねんな。よし。じゃあ、昼間の診療所の会話も、小さい頃にさ、聞きに行こうか。なぜ夜は星が見えるのに、昼間は見えないのか不思議じゃなかったの？そんなことはない。なんか物心ついた時からそれは分かってた気がする。あれ？確かに不思議だね。言われてみればってところあるよな。じゃあ昼間の診療所向かっていくか。多分渚さんからのワンポイントアドバイスがもらえるはずやねんけど、それよりもさ、渚さんと船頭さん、船長さんの今後の展開の方が気になんねんけどな。どうなんやろな。診療所に着いた。渚さん、今日のお話を聞かせてくれや。虫取ろっか。ちょっと虫バトルサボりすぎたかな。そんなことないよね。まだ11日目やもんな。さすがに31日までにはキング倒せると思うんやけど。お姉ちゃん、ちょっと不安になってきた。明日から15日までの4日間、お盆休み。ああ、言っとったね。そうなんだ。お家に帰ってくるんだね。お姉さんもお母さんにちゃんと甘えてくるんだよ。変な子。でも本当はこの年になっても堂々と甘えられるといいんだけどね。難しいな、それは。もしかして、おねだりすればやってくれるのかな。お、なぎささんが甘える姿、ちょっと見てみたいな。診療所が暇だということは、世の中のネジがうまく巻かれているということじゃ。いくら暇でも病人が来ないのは嬉しいの。ねえおじいちゃん、最後に患者さんが来たのはいつ？今のところ、最後の患者は先月末に来た塩立汽船の船頭じゃ。船頭さん。ところが奴には何やら下心があるように思えてならん。それは間違いなく渚さんに会いに来ただけやな。肩叩きしてあげよっか。よし、じゃあ今日の肩叩きやっていきますか。オッケー、終わった。どうもありがとう。楽にやったわい。そう、それよかったね。おだちん、いただきます。そういえばさ、昨日100円拾ったけど、あれ返してないよな。160円もあるで、俺。これどうすんやろ。でもちろん、昼間は、おらへんと。絶対さ、おじいちゃん関連な気すんねんか。だってさ、こっから眺められる場所っておじいちゃん家やねんな。どう思う？これ絶対おじいちゃん見に行ってるよな。なんなんやろあの人ほんまに。さて、よう兄ちゃんとの会話がないと多分ね、あの先行けんのじゃないかな。奥沢の先のところ、その奥沢の先さえ行ってまえば、もっと強い虫がワンチャン手に入る可能性もあるよな。多分でかい虫になればなるほど強い気がすんねんな。そこら辺もなんとかゲットしたいよな。もう一回行ってみよっか、奥沢の方に。夜になったら
虫が捕まえられるとかないかな。ここにいる虫、いやーここが多分最強な気すんねんけどな俺的に。もっとなんか最強の虫が出てくるところあんのかな。さすがに一日一匹ぐらいしか出てこうへんか。いやでもさ、あのドッテン山はいつから行けるようになるのか。いや倒せるのかな。クイーンカブトがね結構思いのほか苦戦したからさ、ちょい不安になってるんやけど、いつ出てくんやろな。その時にちゃんと備えられてんのか、非常に悩ましいところやな。こっから先も多分まだ行かれへんよね。多分ね、ヨウ兄ちゃんとのお話をどんどん進めていかないと行かれへん気すんねんな。これさ、ここもワンチャン砂糖蜜濡れるとかないよな。あー違う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 、三角ボタン押したやん。待って、夕方なるわ。ちょい虫の話してるだけで夕方なってもうた。行かなあかん。なんかね、4時からあまりにあのイベントを逃したくなすぎて調べたんやけど、夕方の4時から夕方の6時までどうやらあのお姉さんいるらしいねんな。なんとかそれまでに会話せなあかん。だから虫バトルの話とかしてる場合ちゃうな。ちょっと頑張るわ。とってんざ行くために虫鍛えていきます。しょおった、会話しよう。ねえお姉ちゃんは夏休みうちに帰らないの？え？こう見えてもちゃんと帰ってるんだよ。やっぱりそうなんや。そう、夏の今の時期は家に帰ってもいいことになってるの。わあ、お盆やからや。この町、海が近いし夕日が綺麗だし、ちょっといいところでしょ。うん、うん、そうだね。私この町で生まれ育ったんだ。ねんねんころりよ、おころりよ、ぼやはよい子だ、ねんねしな。かわいい。ずっとさ、おじいちゃんがいる方を見てんのよ。私もみんなみたいに海で泳いだり坂を走ったりしたいな。さっきの歌、え？さっきの歌上手だったよ。どうもありがとう。今日の会話はここまでか。私も。でもさ、お盆って何日までやったっけ？待って、お盆って確か8月15日ぐらいまでやったっけ。このお姉ちゃん何日までいてくれはんやろ。今がね8月の11日やねんか、16ぐらいかな。頼むからずっといてほしい。なんでなんでおじいちゃんこのタイミングで帰ってしまうんや。いやおじいちゃんが帰るからこのおばあちゃんも出てくるんやろうけど、なんて切ないすれ違い。おじいちゃんずっと夢見てんのよ。わし死んだらちゃんと家内に会えるかの。会える、絶対会える。おばあちゃんはものすごい方向音痴だったんじゃ。あ、しかもすごいドキンガンじゃ。そこら中の電柱にぶつかって歩いておった。それはものすごく心配だね。うなずくだけ。そっか、どうなんやろな、この二人の展開。じゃあ何時今家にさおらんかな、渚さん。
昨日家におったんよね。それで渚さん家おるわって話しててんけど、やば、時間がなくなる。おった。今日はおるわ。渚さん、やっぱり船が出る時刻まで待ってんにゃここで。あれ、なんでここにいるの？え？だってここお店ですよね。もうそうやけどさ。でも勝手に入っちゃまずかったかしら。何をしてるの？船が出るまでここで暇つぶしです。それにしても夕日が綺麗ですね。露骨に話そらしたな。本当に綺麗な夕日。いやいやいや、渚さんちょいさ、行こうぜ船頭さんのところ。晩ご飯クイズしよっか。俺まだ一回も当たってへんねんな。今日何？何やこれ。エビと卵と、卵多いな。新しく買い足したか。ヒラメカレーと横はサバかな。サバっぽいよね。上はわからんな。でも明日のさ、朝ごはんもあるから。ここがなあ。あ、拾った100円ちゃんと返そうぜ。ゆうこちゃん。ん？何で？ここで返すんやな。僕この海の家の下で100円拾ったんだけど。え？どれどれ。はい。ほらよ。あらやだ。この床下に落ちてたんだ。ね。へえ。ちょっと疑ってるな。たけしが犯人じゃなくてよかったな。ありがとう。ぼくくん、お手柄だね。うい。褒められた。好感度上がったな。じゃあ晩ご飯クイズやろっか。ぼくくん、今日の晩ご飯は何だと思う？そうだな、八宝菜、手羽餃子、エビワンタン、これだな。今日の晩ご飯、エビあったもんね。楽しみにしててね。これ、今日こそは当たるかもしれへんな。ガキども、ご飯だよ。はいよ、いただきます。ん、どうした？はい、こちゃんと今日は何でしょう。おっきなお風呂入るの。ひかりちゃんいいですか？うん、いいわよ。じゃあみんながご飯食べてる間に入ってきてね。ありがとうございます。確かにな、しげるが言ってた通り、なんでここで風呂入んにゃな。お前ひかりちゃんのこと好きだろ。あ、超ド直球。言い返さなきゃバレバレだぞ。言い返せへんよな、そんなのな。まあまあ、さ、早く食べましょう。じゃあ、いただきます。いただきます。当たってなくね？エビなくね？ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。明日しずえちゃんが来るんだけど。しずえちゃん、うちに泊まるの？そうよ。そうか。誰？やすこ姉ちゃんのお母さんだよ。昔ここに。やすこ姉ちゃんのおば、お母さん来た。え、やすこ姉ちゃんのお母さん来たで。めちゃくちゃ楽しみやん。ひかりちゃんのところ行こっか。ひかりちゃんにじゃ会話聞いてから。あ、ひかりちゃんについての会話か。奥沢の湖ってさ、大昔に江戸幕府が考え用に作ったものなんだぜ。お兄ちゃん変なこと詳しいね。雑学に相変わらず詳しいなこやつ。でもここら辺、あー、昨日と同じ会話もんな。ひかりちゃんとやすこ姉ちゃんの会話を聞きに行こうか。あ、やすこ姉ちゃんがおらんぞ。今日は思い出に浸ってない。こっちにいるってことやん。でも鍵をさ、返してくれるってことやんな。あれ、おらんくね？おらへんやん、やすこ姉ちゃん。明日帰ってくるからちょ不安になってんのかな。どうなんやろ。ちょい聞きに行こうか。やすこね、光もおらんくない？心配じゃないの？あ、違う、お風呂入ってんにやった。うわ、ミスった、お風呂入っとる。会話しよっか。明日の予定聞いて、で虫バトルして、いや、虫バトルの前にまずしずえちゃんにお話を聞くところからやな。おい、はあ、アイス食べたいな。俺もうお金ないわ。で、100円返したからさ、今60円しかないよね。あれ返さなくてもよかったな。アイスって100回念じたら間違って空から降ってこないかな。ごめんな、本当は買ってあげたいけど
そんなのお金の余裕がないんよね、俺も。お姉ちゃん、今日こそ牛乳買ってくれないかな。姉妹揃って全く同じこと言っとる。よし、明日の出来こっか。2と6ね。ちょいメモるわ。まず2から聞いていこう。奥沢？これなんでなんやろな、奥沢。プラス7。あ、でもどっちにしろ秘密基地行かなあかんからな。強い虫をゲットするために。6、民宿2階の洗濯物干し。おばちゃんが洗濯物でも干してるのかな。じゃあ最後3番聞こっか。これでも夕方の診療所か、ひかりちゃんの家じゃない。海の中なんだろう、宝物でもあるのか。海の中ってちょっとさ、広すぎるよね、範囲が。海の中か。ちょっとひかりちゃんもひかりちゃんで適当になってきてるのかもしれへんな。そっか、海か。まあなんとかここら辺は。あ、でもそういえばここ行かれへんくなってんねんな。鍵がかかっている。夜になったら山の中に入られへんくなってんねや。ちゃんと子供が入らへんようにやっとんねんな。ってなってくると、いや俺的にさ、カブトの活動時間って夜やと思ってるからさ、ほら砂糖水塗ってこっからガンガン手に入るっていうわけではないんかな。こやつしかおらんもんね、ノコギリクワガタ。難しいラインだ。明日の俺に託すとしよう、虫を取るわ。そんなにさ、クリアできひんほどのことではないと信じたいんよね。多分いけるはず。頑張って明日も楽しんでいけたらなと思います。新しい猫ちゃんがいる。白色や、かわいい。どんどん増えていくな猫。繁殖するんちゃん、こんなん。え、繁殖してるわ、やっぱり。子供産んでる。見て、3匹の猫ちゃん産んでるわ。へえ。いや、ここさ、俺的に誰か帰ってくんちゃうかなって思ってたんやけど、そうじゃなくて、この猫の成長をただ見守るだけのスポットなんかな。11日目にして謎が深まるばかりやな。今日はこんなもんで終わりにしましょうか。寝ようぜ寝ようぜ。そろそろ時間的にも、ぼっくん眠たいやろ。あ、そういえばよしか姉ちゃんとかとも会話してへんな今日。なんか同じ屋根の下に住んでるのにさ、会わへんってちょっと悲しくない？悲しいけどもう時間やわ。なんか毎回さ、このここで力尽きんねんな。さあ、はい、今日も寝ますか。おやすみなさい。僕が育てた朝顔咲いた、とっても綺麗に咲いたんだけど昼になるとしぼんじゃう。おやすみなさい。